おはようございます。めっちゃ雨です。やばいね。やばいです。どこですかここは。ここはですね、白金台です。白金台で、いやちょっと違うところに行きたくて、チャンネル、あ、こっちか。違うところにちょっと行きたくて。あ、そうなんですね。はい、ちょっと案内したいな。やばくないこの雨。めっちゃやばいですね。ご存知ですかね。あ、見えてきました、看板が。なんかありますね。はい、八方園。八方園です。ちょっとあそこの前に立ってもらっていいですか。八方園、なんかもう東京観光に来た人みたいな。ほんとに。今日八方園に行きたいと思います。はい、フィットネスとこの雰囲気が、そうですね、どうマッチするのかが謎すぎるんだけど。さあ、じゃあここからは本編でお楽しみということで。そうですね。はい、やっていきたいと思います。また後で。八方園でございました。さよなら。後ほど。お願いします。スタート。いや、お願いしますよ。相方が。そうなんですよ。ちょっと、諸事情、ミカさん、お休み。そんなことある。ちょっと、ミカさんいない。急遽。ミカさんいないでやっちゃう。はい。なんで、とりあえず冒頭のあのですね。え、すごい。ちょっと待って、ここどこですか。気づいちゃいました。これはどこですか。ここはですね、白金台。はい。八方園。八方園。とかそうです。の。コンテンツ、はい、配信スタジオ。なるほど。道理でいつもよりも大人の人数が多いわけですね。結構緊張感漂う感じで。ちょっと緊張しちゃいますね。じゃあちょっと間違いなく見つかる。メガロスだもん。あ、わかりました。調子いいね。メガロスチャンネルということで、ハセでーす。ミカです。メガロスチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ということで、本日はですね、白金台にある八方園のスタジオからメガロスチャンネルをお送りしようと思っております。今日は何をやりましょうか。これが寒くなってくる季節なので、はい、寒さ対策に行く運動、まあ、ストレッチみたいなのがあったら教えてください。寒さ対策ですね。緊張してますよ。もうね、緊張してます。はい、寒さ対策ということで、今日はミカなしで頑張っていきたいと思いますので、皆さんも一緒に行っていきましょう。さて、それでは冷え対策ストレッチということで、ご紹介していこうと思いますけれども、まずこの冷えというのは、多くはですね、血液の流れが悪くなっちゃうことによって、起こってくると言われております。なので今日はストレッチを行って、全身の血の巡りを良くしてですね、そうすることで体温が上がって、冷え対策につながっていくというところを狙ってですね、大きな筋肉を中心にストレッチ、それからポンプの役割があると言われている筋肉を活性化しながらですね、冷え対策をしっかりと行っていこうと思います。それでは皆さん、この後行っていきましょう。はい、それでは寒さ対策ストレッチを行っていこうと思いますけれども、今日はミカさんがいなくて、そしてこんなに素敵な場所で、どこなんですかね、ここはね。すごいですよね。本当に素敵な照明でね、やれるということで、早速やりましょうか。お願いします。はい、寒さ対策ということでね、血流良くしてあげて、筋肉を動かして、熱を発散していくということで、ストレッチの中でも体を動かしながらですね、ストレッチをしていくダイナミックストレッチ、これを行っていこうかなと思います。どれもマット1枚あればどこでもできますので、皆さんも一緒にやってみてください。では早速仰向けになっていきます。まずは足首、第二の心臓と言われているふくらはぎのあたりを中心にストレッチをしていきます。寝ていただいたら片足を持ち上げていただいて、このまま簡単です。つま先を手前と奥にリズミカルにですね、動かしていくストレッチになります。こんな感じですね。つま先で自分のすねを触るイメージ、それから反対側、遠くにつま先を伸ばしてあげる、これを行っていきましょう。
では反対も同じように行っていきます。逆側も膝を持ち上げて、つま先を手前と奥、この動作を繰り返して、すねとふくらはぎ、この辺りの血液循環を促進していくようなストレッチになります。1つ目は足首周りのストレッチです。さあ、2つ目は大きな筋肉である太もものストレッチになります。今度はうつ伏せに寝ていただいたら、上半身はリラックスで結構です。このまま片足でお尻を触る、かかとでお尻を触るようなイメージで、このようにストレッチを行っていきます。なるべくご自身のお尻をかかとで触るところまでですね、しっかりと引きつけてあげましょう。届かなくても結構です。できる方はしっかりとかかとをお尻にタッチ、これもリズミカルに動かしながら血流を整えていきます。さあ、ではそのまま四つ這いになり、今度は背中、脇から、まあ、胸のあたりも伸びるストレッチ、上半身のストレッチです。四つ這いになったら、このままお尻を後ろに引いて、脇の下を地面に近づけていくストレッチになります。お尻を後ろに引きながら、胸の筋肉や脇の下の筋肉を伸ばしていきます。動きのあるダイナミックストレッチを行うことで、血流促進、寒さ対策につながっていきます。だんだんと動きを大きくしながら、筋肉をストレッチしていきましょう。はい、結構です。さて、いかがでしたでしょうか。長谷さん、はい、何回ずつぐらいやるんですか。だいたい10回から15回ぐらい反復していただければいいかなと思います。ありがとうございます。はい、ご自宅でほんの少しのスペースでできる運動になりますので、これからの寒い季節にぴったりなストレッチです。ぜひ皆さんご自宅で実践してみてください。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら。